今日は株価下落によって配当利回りが 5% 台になってきた高配当株エネオスホールディングスの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。先日お届けした第10回 YouTube ライブの中でエネオスホールディングスの株価見通しが話題に上りました。エネオスホールディングスは高配当株として個人投資家の間でも人気が高い銘柄です。エネオスホールディングスについては昨年の12月に授業を一度お届けしているんですけれども、お金の学校の中で視聴回数は第5位、そしてチャンネル登録数は第2位と人気の動画となっています。当時は配当利回りが 6% 以上あったんですけれども、その後株価は順調に上昇、300円台だった株価が500円台まで上昇していました。これによって配当利回りが 4% ぐらいまで下がってきていたんですけれども、8月に入ってからは株価が下落、それによって配当利回りが再び 5% 台に乗せてきています。再び高配当株としての魅力が増してきたエネオスホールディングスの投資スタンスはどうすべきなのか、ライブ中にも一度回答はしているんですけれども、詳しくお伝えしようと思いまして、授業のテーマとして取り上げました。東京オリンピック開催中はエネオス水素の CM をバンバンやっていましたので、エネオスは水素で頑張っている企業というイメージも定着しつつありますけれども、株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずはエネオスホールディングスのビジネスモデルから紹介します。エネオスホールディングスは2017年4月に石油精製元売り最大手のジェイクスホールディングスと東円ゼネラル石油が経営統合して発足しました。2020年6月から現在のエネオスホールディングスに社名変更しています。石油企業の歴史は合併の歴史とも言えるほどメガ化が進んできました。金融業界で言えば損保業界に似ている業界の変遷を遂げてきています。エネオスホールディングスはエネルギー事業のエネオス、石油天然ガス開発事業の JX 石油開発、金属事業の JX 金属に分かれています。エネオスはガソリン販売で国内シェア5割を持っていまして、全国に製油所を保有しています。 JX 石油開発は世界規模で石油天然ガス開発を手掛けています。 JX 金属は銅鉱山開発、製錬、電材生産、リサイクルまで一貫体制をとっています。世界的な化石燃料からクリーンエネルギーへのシフトの波を受けて、台湾の洋上風力発電や国内最大規模の人工光型植物工場を運営しています。アメリカテキサスで太陽光発電に参画するなど多角化を推進しています。さらに東京オリンピックのエネオスの CM でもよく見かけた水素の話題なんですけれども、水素は使用時に二酸化炭素を排出しない究極のクリーンエネルギーと言われています。その水素を燃料電池自動車に供給する施設である水素ステーションをエネオスが展開しています。夢の燃料水素として水素関連企業を開設した動画も以前にお届けしていますので、概要欄からチェックをお願いします。エネオスホールディングスは2040年にカーボンニュートラルの達成を目標に掲げています。2040年には石油の需要は現在の半分になると予測していて、その需要の一部を合成燃料で代替しようと考えているようです。直近では新燃料の開発が話題となっています。二酸化炭素の排出を実質ゼロとする合成燃料の開発として、仮想空間で最適な素材を組み合わせ高速シミュレーションを繰り返す独自のデジタル技術を活用するとのことです。高効率の製造手法を確立して2030年代に商用化して石油依存の事業構造を変革すると発表しています。当面は航空機や既存車による燃料のニーズはあるわけなんですけれども、長期的に見れば EV の普及などでガソリンなどの燃料が不要になってくることが考えられます。今後の課題に向き合いながらの事業展開が求められる企業だと思います。続いてエネオスホールディングスの直近の決算内容を解説します。2022年3月期第1クォーターの決算発表なんですけども、売上高は2兆2240億7300万円前年同期比 43.8% 増、営業利益は1619億8000万円前年同期比 669.9% 増、純利益は976億2200万円前期は赤字となっていました。エネオスホールディングスは石油価格の市況が好転していることによる恩恵を受けているようです。前期にあった電力の卸売市場高騰による調達費用増は剥落したものの、石油開発が原油価格の上昇を追い風に収益を伸ばしています。
製油所再編に伴う費用もなくなったことで営業増益となりました。一方、収益の柱となる石油精製は高水準だった石油精製マージンが細ってきています。コロナショックによる原油価格の暴落などの影響を受けた前期から V 字回復したように見えるわけなんですけれども、業績は在庫評価の影響が大きいのが石油企業の特徴です。石油製品を作って売ることによる収益が上がっていないことが株価下落につながったのかもしれません。続いてエネオスホールディングスの株価見通しをお伝えします。まずはここ3年ぐらいのチャートを見ていただきたいんですけれども、昨年のコロナショック以降長らく300円台での株価推移が続いていました。ただ昨年11月のコロナショックからの経済再稼働期待から株価は右肩上がりの上昇を遂げていきます。今年の春先からは400円台後半から500円台前半の推移で安定していまして、コロナショック前の水準まで戻してきていました。ただ今月に入って第1クォーターの決算発表を受けて株価は大幅下落となっています。エネオスホールディングスの動画撮影時点での株価は422円90銭で、年間配当金は22円を予定しています。よって年間配当利回りは 5.2% となります。ちなみにエネオスホールディングスは株主優待制度を実施していません。本来石油関連株の株価は原油価格や為替動向との相関性が高いのが特徴なんですけれども、原油相場そして為替相場はこじっかりした動きが続く中で、相関関係からは相反した動きになってきています。このように通例とは違う動きをしていて違和感を感じるときは、その株価というのが下げすぎ上げすぎの可能性があります。エネオスホールディングスについては通常の動きから下振れしていますので、下げすぎているのかなと思われます。例えばコロナショック以降似たような動きをしていた米国株のエクソンモービルも同じような時期に株価を下げたんですけれども、持ち直してきています。そして国内同業の出光興産ですとかコスモホールディングスも反転してきていますので、エネオスホールディングスの株価が反転してくる時期も近いかもしれません。下値の目処ということなんですけれども、もしかしたらこの8月20日の411円70銭ということになるかもしれませんし、当面はこの400円台前半というところで持ちこたえれば、再びチャートも上向きになってくると思いますので、まずは400円台を割らずに、この410円台20円台というところで持ちこたえられるかどうかだと思います。今の株価水準で配当利回り 5% 台を確保できますので、高配当株狙いの投資家さんですとか、前々からエネオスホールディングスの株買いたかったんだよなと思ってらっしゃる投資家さんは、今の 5% 台が取れる株価水準というのは一旦狙い目になってくると思います。続いてエネオスホールディングスの今後の懸念材料についてお伝えします。エネオスホールディングスの懸念材料を3つお伝えしたいと思っているんですけども、エネオスホールディングスは石油製品、石油化学製品、金属製品などの販売をしつつ、それらの原料となる原油、銅鉱石などの鉱物の購入を行っています。これらの価格については商品市場価格の変動によって影響を受けることになります。昨年の3月、4月頃のような需要の蒸発による商品価格変動の大幅下落などが起きると業績にも大きな影響が出てきます。二つ目は環境問題への対応です。世界的な環境への配慮の意識の高まりから国内外で再生可能エネルギーへのシフトを進めようとする動きが加速化していきそうです。これまでのビジネスモデルから大きく転換が迫られていまして、再生可能エネルギーへの対応や M&A なども活用した事業の多角化というのがなければ業績が先細りしてくるリスクがあります。3つ目は投資家に直接影響してくる減配リスクについてです。年間配当金22円を当面は維持するとエネオスホールディングス側は発表しているんですけれども、エネオスホールディングスの配当成功は 50% 前後になっています。一株当たりの利益については3年前や4年前と比べても落ち込んできているのがわかります。減配の程度にもよるんですけども、中期目線では減配発表による一時的な株価の下落にも注意が必要です。今日の結論、同業の出光興産やコスモホールディングスも高配当株となっているんですけれども、エネオスホールディングスが最も高い配当利回りとなっています。業界トップ企業としての安定感と4万3000円程度から購入が可能という買いやすさから魅力的な銘柄だと思います。株価については決算内容を受けて急激な下げ方をしているんですけれども、個人的には下げすぎの部分があると思っています。
ということで、配当利回り 5% 以上が確保できる現在の株価水準というのは、まず狙い目と考えていいと思います。今日は株価下落によって配当利回りが 5% 以上となってきた高配当株、エネオスホールディングスの株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。